思うような感じですね、藤岡さん。はい、というわけで優勝したのは皆さんご存知の通り、先ほど藤岡社長に藤岡ピンプロです。ありがとうございます。宮崎での優勝はどうですか？すごい感謝してます。本当に今日優勝できてよかったです。はい、どうもありがとうございます。僕のね、お母さんもね、喜んでると思いますよ。いいね、優勝できたと思います。そして、急に声がでかくなりましたけども、せっかくだからじゃあね、準優勝の山田由紀さんプロにも、こんにちは。どうですか、悔しい、それともまあまあハッピー？やっぱ悔しいですけどね、まあ取れなかったんで仕方ないです。まあ一本だけね、ユキさんらしい演技見せてくれましたけども、はい、最初にリズム作れなかったんで、まあ分かれなかったな。ヨカさんにいいぞ、セクチェック。またね、来年この年でゆきさん待ってるファンの人も多いと思うんで、ファンの皆さんに一言いただければと思います。来年は待ってー、お願いします。はい、というわけで、そして鈴木圭介プロにもお越しいただきました。静岡のファン喜んでると思いますよ。そうですね、ファンは多分ゆきさんがすごく伸びないと思うんですけど、まあまあ、八木明松君とか平井君とか島田君とか、サポーターユースとか、やらせてもらって、室内開発は地元の小学生は少しずつボディーボード始めてくれて、今年だとももちゃんも結構初めて来る増えてきて、やっと2年目にちょっと身を結んできたかなって思ってるんですけど、僕はそっちの方でちょっと頑張りたいと思います。で、来年山田君はオーストラリアの方に挑戦するっていうことで、すごい TK ライドの人ばっかりのすごいタイで出るということで、僕も身内で第一ファンとしてすごい応援してます。皆さんも応援よろしくお願いします。イエーイ、ね、こちらの方もそれから教わってる生徒さんもみんなね、やったーと先生たち活躍してるって嬉しいと思いますから、今後もね活躍期待しております。そして今度なんだかチリの方に行くというね、富田一馬、今回は4位でした。もう波こなかったんですよ、待ってたんですけど、まあ、セット入ってこなかったんで、逆転できる波がなかったんで、逆転するにはやっぱり5キロセットで8ポイントぐらいだったら多分逆転できなかったと思うんで、まあ、こなかったんですよ、ね、この次4月に世界戦に行くんで、そこで個人としてもチームとしても、いい結果を残せるように日本がボディーボードに強いっていうところを見せていきたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いします。はい、というわけでこの後もね、 DK グランド表彰の方ありますので、一時、ね、もう一回グランド表彰もお楽しみにください。というわけで、今大会の優勝者は藤岡圭でした。おめでとうございます。優勝したのは曽根真由美プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。宮崎での優勝はどうですか？そうですね、プロになって初めて優勝したのも宮崎だったので、また縁があってすごく嬉しいです。いいグーフィーの波乗りましたね。ビハインドから攻めたんですけど、あんなにいい波になると思ってなかったので、正直びっくりしています。はい、いつもはね、僕の横でサポートしていただいて、最後本当に、ね、優勝していただいて僕も嬉しかったです。またね、これで2016年、ね、来年に向けて一つ
いいなんか勢いができたのかなって感じですけども、来年はどうですか、どんな感じと。そうですね、来年もまた大会に出られたらいいなと思うんですけども、こうやって日々支えてくださっているスポンサーの皆さんや応援してくれている仲間や家族のおかげだと思ってますので、そういうことに日々感謝して続けていかせてもらえたらなと思っています。またこの宮崎の大会を開催するにあたって早く動いてくださった選手の皆さん、宮崎の地元の皆様、それから2日間ご視聴すごくいい波のコンディションで大会を開催してくれたローカルの皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございます。それではすごい、行かない方がいい、はい、9点出しても準優勝とバックアップスコアにちょっと流されちゃったかなって感じだけど、いい演技を、ね、見せてくれました。ぜひホワイトを着用している鈴木彩香プロです。はい、ありがとうございました。結構悔しい、かなり悔しかったです。でもやっぱりまだ今の自分はここなんだなと思ってます。ではね、その悔しさをまでに、まだまだ若いですから、またね、来年2016年度もありますので、頑張ってください。そして、ここに来るまで、いろいろあったと思います。お子さんのこととかね、たくさん知ってますよ。でも、優勝しちゃうのかななんて素晴らしい演技を見せながらも、ここにいる、ね、半端じゃない3名の戦いでした。いい試合見せてくれました。宮城町お母さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。あんだけのことやって3位じゃもう諦めがついてる感じですか。そうですね、もう一本みんなが乗ってるいい波乗りたかったんですけど、本当に久々のファイナルだし楽しかったし、エクセレントライドを連発してくる感じとかもすごい興奮しました。いやいや、その中にね、ミヤッチョがいてくれて、ギャラリーね、僕もギャラリーの一人として決勝楽しませていただきました。またね、来年だんだんお子さんも手が離れていけばもっといい演技できちゃうのかな、分かんないですけど頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。そして順位とは裏腹に優勝者よりもひときわ大きな歓声を浴びていた、ぜひね、イエローを着用している近藤真由美プロ、一番こっちにいる人間の割には一番楽しそうな演技かもしれないですけども、どうですかこの決勝メンバー、表彰台に上がった感想は。いやー、初めてで、この景色がなんかこんなんなんだなと思いました。ここまでの、ね、流れでいくと、さっきほら優勝した曽根真由美プロは初めて優勝した、優勝で、あ、ごめんなさい、宮崎で優勝できたと藤岡圭吾もね言ってたから、初めて宮崎で表彰台に上がった宮崎で優勝できてて、来年言えるかもしれないですから、それに向けてね、ぜひお願いします、頑張ります。皆さん本当8点台9点台だって自分はまだまだで、でも本当エクセレントを出せるライディングを今後練習していきたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。いや本当にね、隣の空気で応援してくれたね、みんなはね、本当嬉しかったと思いますよ。あ、いいですよ、カメラのお持ちの方どうぞね、つけていただいて。いえいえ、とんでもないです。おめでとうございます。優勝したのはこの黄色の方、近藤義太郎です。もうフェイスブックなんかでもデンさんとかがここで近藤さんが優勝したらなんて書いてましたけどね、みんなの応援のきっとね賜物だと思います。近藤義太郎見事優勝を果たしました。そして2位は準優勝おめでとう久米選手の前回に引き続き準優勝、ミスターシルバーホルダーにならずに次も頑張っていただきたい久米総一郎、でも本当実力の持ち合い、それからかっこいいでしょ顔がね、3位は榎木戸光、そして4位はゼッケンウエスト榎木戸隼人、すごいメンバーが集まりました。というわけで
もうさっきもね、アベレージライドでは点数ベスト2に入らないよとグッド以上が必要だと、ものすごい試合をやってくれました。もう4名が4名、100メートル走で言ったら9秒台を出したような選手で4名上がっていただきましたけども、まずは優勝者から、一言、一言、二言言いたい放題言ってやってください。今度は吉田プロ、久々の優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。グリーンビーチカップ、あの JFTC になる前、もう本当に第1回から出場しているので、本当思いが強くて本当最高です。ありがとうございます。おめでとう。ライジングマガジンとかもそうですけど、彼はあのブログ書いたりしてますので、きっとね、あの心境落ち着いた後にファンの皆様、スポンサーの皆さんにね、もっとあの今は多分しゃべるとこう来ちゃうのが恥ずかしい男の子なんでね、恥ずかしいところあると思う、心境を聞けると思いますので、そちらの方もお楽しみにしていてくださいませ。それでは準優勝、今回は結構爽やかな準優勝だね、久米宗一郎プロです。ありがとうございます。久米ポーズ出なかったね。そうですね、やっぱり綺麗、この写真を見ちゃいました。バックフリップしてスピンして、あんだけ大きなロールを見せても準優勝ってものすごい試合だったと思うんですけど、あのヒートの中にいてどうでしたか。そうですね、まあ勝ちたかったんですけど、まあ、今年はもう終わっちゃったんで、来年に向けてまた調整整えて頑張りたいと思います。あとね、僕からの本当お礼の一言、京谷くんがね抜けてどうなるかなと思ったけど、そこに抜けたところに入ったっていうよりはもうドーンと久米くん来てくれたら、また来年期待してるんで、ぜひまた来年いい演技を見せてください。よろしくお願いいたします。そして江ノ久保兄弟のまずはお兄ちゃん第3位、ガルもすごかったね、いい演技見せて、ここにいるのが不思議なぐらいですけども、はい、優勝を狙ってたんで、あの動く気が最初からなかったんですけど、まあ、後半全然来なかったんで、あの、まあ、優勝するためにはインサイドにいては無理だと思っていたんで、もうずっとあそこで待ってたんですけど、まあ、しょうがないですね。ただあの、ウィーメンズでは近藤真弓さんと、あとまあ近藤さんも言うとそうですけど、やっぱこうやってきて続けてる人が結果を出すっていうのがすごく感動的だったので、まあ僕もまた来年頑張りたいなって思ってます。すごい、自分のことよりもね、他の選手のことを取り入れるっていうのはすごいですね。見習わせていただきます。おめでとうございます。そして、4位、珍しいね、広いね、えのきどはやとプロです。今回はエアーレースもね、ヒート終わった後すごいの1本やったけど、ヒート中は1本メイクして、あと1本足りなかったけど、どうでした。30分サイクルがもう元から合ってなかったです。それが多分、まあ、今回試合なんで、まあ、リズムをこう引き寄せなかったっていうところで、もう今回はもう負けだなって自分でも思ってます。でも今回
こういうふうに宮崎で、大会を開催してくれた、宮崎九州のボディーボードの皆さんや、尾形さんをはじめとする、宮崎の地元の方々のおかげで今回最終戦、こういうふうにできたことをとても、大変嬉しく思います。ありがとうございます。また来年もこの素晴らしい大会を、開催できるように、またこれからもよろしくお願いします。僕らも頑張ります。ありがとうございます。素晴らしいコメントいただきましてありがとうございます。How to bodyboarding 9。プロボディーボーダー抜きのひかるです。今回は中級者から上級者へ向けたハイレベルなテクニックを解説していきます。